はい、今回のタイトルは泥棒とルパン政党というふうなね、三分冗談みたいな形でお伝えしますけども、私まあ広島に住んでるわけなんですが、広島の最大の恥といえば河合案里、河合克行をはじめとする大規模買収事件ですよね。これは広島県市議の方とか県議の方も巻き込んで、多くの方がこの買収にまんまと乗ってしまったと。しかもその金額が10万とか20万みたいなね、まあ、はした金みたいなわけなんですよ。そこまでしてね、金が欲しいわけなんですよね。もう議員歳費とか出てるわけなんですよ。国会議員の方も市会議員の方も県会議員の方も全然我々の暮らしは良くならないんですよ。暮らしが良くならないことに政策とエネルギーを傾けて、さらに私たちの暮らしをめちゃくちゃにしてる人たちに悠々とお金が入っていてですね、で私たちは税金の負担がどんどんのし上がるだけということでございます。最近はですね、年金も減らされるんじゃないかとかね、不安は尽きないわけですけども、まあ、市民生活っていうのはこのようにですね、もう奴隷化されてるわけなんですよ。じゃあ私たちの人生や時間やお金を盗んでるのは誰かと言いますと、まあ、今回はですね、今回クローズアップされるのが、まあ、この河合案里議員ですかね。議員と言ってはいけないですね。この人は買収によって、不当にですね、我々を騙して、票を騙してですよ、搾取して、いわゆる詐欺行為に当たるという人もいるぐらいなんですよ。で、こういうふうなことをして当選して、しかも今回失職する可能性はあるんですけども、これ自分で辞めない限りはね、次の選挙までずっと議員でいるわけなんですよ。その間ずっと私たちが生活に困って、10万円すらね、国から支給されない中で毎月200万300万がボン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 入ってくるということになっております。いい暮らしですよね。どうもこれね、広島帰ってきたらね、多分袋叩きに合うんじゃないかなと思うんですよ。多分ね、電車にもタクシーにも乗車拒否だと思いますよ、これは。うん、でスーパーも使わせないと思います。うん、だから多分顔の顔は有名になりましたからね。あ、河合案里が来た、河合克行が来た、うちの店で買い物しないでって感じになるんじゃないですかね。もう人権蹂躙もね、甚だしいことが起きますけども、誰一人味方につく人はいないんじゃないかなというふうなね、これ全て私の妄想でございますけどもね、そういうふうに思ってるんですけども、でもね、本当にそんな目に遭うんじゃないかなと思うんですよ。まあなんせ広島の人はね、気性が荒いですからね、あの仁義なき戦いの町ですから、もう昔からね、この町に住んでる人ってのはまあまあね、義理と人情にうるさいですから、あの裏切られた時のこの復讐劇っていうのはね、あの映画を見ていただければ分かるんですけども、アウトレージみたいな感じですからね。まあ私は別に驚かすわけではないんですけども、どういうことになっちゃうのかちょっとね、心配はありますね。まあ私は今地方の方に住んでますんで、直接広島市内に関わることはないと思いますけども、どうなんですかね。皆さんどういうふうに思われます？こういうふうにあの国会議員の方に全然ね、来てないわけですよ。で出勤をほとんどしてないのに、出勤日数75日でトータルだって聞いてますよね。で大体2000万ぐらい入ってるでしょ。だから日当90万ぐらいだって言われてます。私たちが爪に火を灯して1円2円を削る中ね、このコロナ禍で外出もできない中、まあこの人は不当なことをしてね、そして大きなお金を得てニタニタしてるわけですよ。でこの人を応援していたのが血も涙もない菅総理。菅総理といえばですね、何をしてたかというと、昨日でしたっけね、まあ国民には生活保護があるじゃないですかっていうわけですよ。いやいや、生活保護ってどんな暮らしか分かりますか。で菅総理ですね、あの生活保護で1ヶ月でもいいから暮らしてみてくださいよね、皆さんね。生活保護制度がいかにね、歪んだ制度かってことが分かりますよ。で生活保護に入ると自殺率は 2.4 倍になります。こういったことを考えると、生活保護があるじゃないですかっていうのは一国の総理が言うことではないですね。だって自殺率を高めるところにご案内してるわけですよ。何を考えてるんですかってことですよね。足元の議員すら抑えられない人にね、どうやって国政をどういうことができるんでしょうかと私は思うんですけども、皆さんどういうふうにお感じでしょうか。なんともね、気持ちの悪い話でございました。広島の議員さんも市民に選ばれたとはいえね、県民に選ばれたとはいえね、不正をすることを何と思ってない人が100人もいたというね、まだまだいるかもしれませんけども、10万20万で軽々しく買収されないでくださいよ。それがね、1000万2000万だったらさすが太っ腹だなと、汚職をするときも金額違うなと思うわけですけども、10万20万ってそんなに欲しかったんですかとどんだけなんですか、どんだけ金の亡者なんですかと思いますよね。まともな仕事をしていただければね、もっともっと給料上がってもいいと思うんですけども、まあ10万20万に困るようでしたら大した仕事はできてなかったんじゃないかなと思いますね。皆さんはどういうふうに思われるでしょうか。それでは本日は以上です。